サドチンです。今回開けるのはこちら、フラッシーのメッシ第7弾です。おそらくこの第7弾で最後です。セイントセイヤっぽいパロディですね。それではワンボックス12パック買ってきたので開けていきましょう。ちなみに振り分けはこんな感じですね。シークレットが1種、超レア名刺が7種、レア名刺が14種、ノーマルが24種となっています。今まで第7弾まで買い続けましたけれども、シークレットが出たことない1パックです。ついにノーマル名刺なのに嫌ってますね。船場からの、ニョキーンからの3枚目が、オウシッシー座。なるほど。皆様、星座何でしょうか？僕は天秤座です。2パック目。なっせー、ついに妖怪メタランドみたいなあの船ログサイトがね、キャンペーンが終了します。この段で終わりです。ナシゾラスズメ、ナシゾラスズメ、よし。2枚目、リンリンさん、あ、リンリンさんね、中国系の方。そして3枚目ドン、そう弱ってしまうサソリ座の女。セイントセイヤっぽくしてますね。まあ僕の予想ですけれども、サソリシーザです。3パック目、さあ、まだレアメイシーしか出ていない、ナシゾラトバスくん、お、青空、あ、なるほどね、大空翼くんのパクリだ。シュート、やばい、翼くんパクってきた。これが眉ごもり船ごろ。そして最後双子シーザ。はーい、12パックなので星座揃うのかな、どうだろう。ほい、占い師、つゆ、木梨くん、これなんだろうね、木梨のりたけくんかな、違うよね、これ何のパロディだろう。木梨くんからのほい、うわー、いてっしーざ、かっこいい、このキャラ欲しいですね。さあ次5パック目、てれつてつてでん、お、ほねほねっしーからの、とうめいしーからの、ん、なしザックニュートン、はあ、なしザックニュートン、はい、こちらのなしザックニュートン43番で超レアメッシーですね。超レアメッシー感がないね。なっせー、助っ人外国なし、はい、ロドリゲスかな、これ、よし。君たこ焼き買ってきて、え、からのドン、ダイオウイカシー、あ、ダイオウイカですね、なるほど。で、これが42番で超レアメッシーですね。あんまりキラ加減が変わんないですね、ノーマルと。さあ残り5パック、さあシークレットを出すことができるのか、っていうか星座を揃えたい。1個目、1枚目、出荷ゲーマーバトラー、カードっぽいの持ってるからヴァンガードとか遊戯王ではないよね、ヴァンガードのパロディかな。2枚目、ジェラシーからの、うわ、ナシタケルノミコト、星座だけじゃないですね、パッケージは星座だけど中身は偉人と星座。ほい、フナッシーラカンズ、はい、送り主、はい、お、かっけー、きた、シシシーザ、テレツテツテテン、こちらチャイナシー、キョンシーだね、ナシコモ主からのドン、フナンカーメン、フナンカーメン、はいはい、ツタンカーメンじゃなくてフナンカーメンですね、テレツテツテテン、アリンコッシー、あ、かわいい、めっちゃかわいい、アリンコッシーからのスナッシュ、スナッシュからの乙女シーザ、おー、かっけー、ペガサスファン、これ出ないかな、これナシクラブ、あ、ダチョウクラブかな、はい、27代目フナッシーブラザーズ、はい、ほい、カニシーザ、来た、星座が来い、テレツテツテテン、フロントイリュージョン、はい、美脚船五郎バージョンが出てきましたね。さあラストです。おそらくフナッシーのメッシー開封動画ラストのメッシー、天秤シーザ、来た、僕の天秤座のフナッシー。それでは最後にですね、こちらだけ聞いてみましょう。27代目フナッシーブラザーズ、おそらく27代目 J ソウルブラザーズの流星のパクリですね。聞いてください。27代目フナッシーブラザーズの新曲を聞いてください。収穫祭へカモン、というわけで流星ではなく収穫祭でした。はい、いかがだったでしょうか。まあ約1年半フナッシーの名刺出続けて僕は買い続けました。フナッシーの名刺、これが最終章だと思います。おそらくこの音声に入りきるのが終わったのだと思います。
2014年の初めの頃は相当ふなっしーブームが来てましたからね。それでは以上、ふなっしーの名刺第7弾ワンボックス開封動画でした。最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録お願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ふなっしーファンタジー捜査夢だけが、おそらく、ふなっしー